この度はよろしくお願いします。新庄由芽です。よろしくお願いします。今回はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真ん中入ります。お疲れ様です。社長なんです。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。コーヒーって意外いいな。飲めるんだから結構時間かかる。ああ、そうですね。今はちょっと憎たし。ああ、なるほど。実際。3年前の、はい、この衣装なんですよ。はい。よかった、入って。これも、ね。はい来た時に、はい、やべえ入んないんだったら皆さんお待たせすることになるこんなに笑ってていいんですか。あ多分大丈夫じゃないですか。お疲れ様です。お先に失礼します。あどうもお疲れ様です。高校生の時にグレイさん、ミスさんのロングシャンセル。あー、ありがとうございます。この間29周年になって、ま、未だにやってるんですけど楽しいですわ。どうですか今も、ね、あ割と断酒してて大丈夫だな。大丈夫です。社長なんで。社長の部屋やってるみたいな。これも。ちゃんと仕事してる人は邪魔してる。僕、これも置き部屋。社長ってそういうもんですから。社長ってそういうものですか。社長なんで。OK。OK です。はい、皆さん、はい、このシーン以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。去年2022年、春ぐらいから制作に関わったんですけども、ブラッククローバーモバイルという、アプリの方の、楽曲として、使用されるという目的で作りました。なので、まあ、ストーリーの部分とかはかなり前向きな、物語なので、歌詞の内容は、結構前向きな歌詞なんかもそんな感じになったんですけども、それに反してですね、ミュージックビデオは少しこう、現実、より現実的なことで、監督といろいろ話し合う中で、実はこういう平凡な現実、叶わない夢とか、平凡の中にその例えば虐待だったりとか、そのいじめだったりとか入り込んでくるんだけども、それもまあいわゆる芸術じゃないかなという、ことも話しちゃって、あえてそういう部分を入れましたね。これがもう中央線で、はい、よく考える感じで、もうちょっと進み、はい、ありがとうございます。新庄さんの挨拶いやー、かわいそうだなと思って。まあこれでよりテルさん、OK です。OK 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 です。じゃあ演奏の方よろしくお願いします。お疲れ様です。